ございます。今伝えました東京グリーン、私たちちょうど1週間前に埼玉会館大ホールで、演奏、韓国のグループも招いて演奏会を終えたところです。ここでその時も歌いました。本日の伴奏は、アコーディオンとギターと二刀流の与田康之さんです。NHK の、その連ドラブギウギについて前川喜平さんが東京新聞のコラムでこんなことを書かれていました。昭和の戦争が終わった時、嬉しいと思った人たちと悔しいと思った人たちがいた。はい、いた。ブギウギの登場人物たちはすべて嬉しいと思った方、ところが今悔しいと思った人たちの後継者が日本を戦前に戻そうと画策している。暗い昭和ではなく明るい昭和を思い出そう。新たな戦前ではなく永遠の戦後を続けよう。こんなことをコラムに書いてらっしゃいました。